モロスは白ホウキセノマニアンにあたるアメリカ合衆国ユタ州シーガーマウンテン層から産出したティラノサウルス浄化に属する獣脚類の属。モロスイントリピズス一種のみが含まれる。北アメリカ大陸で発見された最古のティラノサウルス浄化の標本であり、これは今まで同大陸で最古とされていた標本から約1500万年遡るものである。 古生物学者により10年にわたる発掘調査が行われ、アメリカ合衆国ユタ州、シーダーマウンテン層にて、丘の中原から足の骨が突き出ている様子が、リンジーザンのラニオリ2013年に初めて発見された。2019年2月21日に新属新種として、記載論文が公開された。様々な角度から見た、大腿骨ホロタイプ標本。 NCSM33392 は、甲子の骨であり、大腿骨、頸骨、第4、中足骨、第2、中足骨、第4子の子骨が含まれる。もう一方の標本、NCSM33393 は、前上顎骨の背一本であり、腹記載論文には、後互平面側、筋遠心側、絶足から見た。 サイの写真が掲載されている。俗名は、ギリシャ神話のモロスに由来し、北アメリカ大陸におけるティラノサウルス浄下の系統の確率を反映している。種商名は、ラテン語のイントリピダスに由来し、モロスに続いて、北アメリカ中にティラノサウルス浄下が分布したとする仮説を反映する。復元図モロスは、小型の体育を持つ走行に適したティラノサウルス浄下で、 あり、体重7 8ラム足の長さは1.2メートルと推定される。また、発見された個体は6から7歳と推定されている。第3、中足骨が、第2、中足骨と第4、中足骨に挟まれて狭まる、アークトメタターサル構造を有し、アークトメタターサル構造を持つティラノサウルス上下が、遅くともセノマニアンの北 アメリカに出現していたことを示している。モロスの足の骨は極端に細長く、中足骨の比率は、白亜気候期のティラノサウルス上下よりも、オルニトミモサウルス類に近い。2019年にザンノラが行った系統解析では、シオングアンドニアティムルレンギアといったアジアの分類群の横に配置され、基盤的なパンティラノサウルス類とされた。 ティラノサウルス化及びアパラチオサウルスやドリプトサウルスよりも基盤的なティラノサウルス浄化とされている。アジアの基盤的ティラノサウルス浄化と系統学的に近く、モロスがアジアから北、アメリカへ移動した生物症の一つであることが示唆されている。小型で高度な走行性と発達した感覚器官を持つティラノサウルス浄化は白秋前期末、アルビアンまでに 北アメリカ大陸へ侵入したが、適切な地形や気候及び、個性体系が揃って、アロサウルス浄化が一掃されるまでは、ティラノサウルス浄化は、頂点捕食者にはなれなかった。ありがとうございます。